はいどうもゆうきです。流星のロックマン2ベルセルクダイナソー実況プレイ続きやっていきましょう。前回無事にラムーを倒すことができて一つ目の星、ムーの脅威から世界を救った青きヒーローの証、一つ目の星がつきました。なので今回からはクリア後の世界戦をやっていきたいと思います。でまあまず最初にやっていきたいのがやっぱり流星シリーズと言ったらエクゼとのコラボじゃないですかということでダブルスロットインして DS の方でもう一応条件は発生させました。この条件というのがここのメールですね。ご注意ください。サテラポリス、サテラポリスより皆さんへ注意喚起です。現在スターキャリアを使用して外部のデータにアクセスを試みると妙なデータに行き当たることがあります。かなり旧式のテキストデータらしくウイルスに侵されている可能性もあるのでくれぐれもご注意ください。古いテキストデータだと？データってことはもしかしてウェーブインしてる最中にそのテキストデータを見つけることもあるかもしれないな。その時はちょっくら調べてみようぜ。面白そうじゃねえか。っていうことでね、このテキストデータがロックマンエクゼの世界線から来てるテキストみたいなんでそのテキストを探していきたいと思います。このメールはねちょっとあってまたみたいです。まず1個目がこれですね。何かのテキストデータが出てきた。スバル気をつけろ、そのデータウイルスに侵されてるぞ。やっぱウイルス入ってんだな。どんくらいのウイルスなんだ。あ、弱いですね。でかくなっただけで初期ウイルスですね。はい、秒殺でいけました。なんだこれ。ロックマンは1月バツバツ日をゲットした。これ何なんだ、これ何なんだ。真面目に知らねえんだよ初見だから。一応条件とかは見てきたけどさ、1月これか、1月バツバツ日、今日は秋原小、ちょっと待って、これは暑い。秋原小学校の同窓会だった。え、なに、ネット君が大人になった後の日記みたいな感じかこれ。え、ちょっと待って、めっちゃ楽しくなってきた。今日は秋原小学校の同窓会だった。卒業してからもう随分経つ。時が経つのってほんとあっという間だな。久しぶりに再会したデカオは笑いながらも町長に当選して見違えるほど立派になっていた。そうだよね、6のエンディングで町長になったっつってたもんね。デカオやいとも女社長として世界中を飛び回っているらしい。俺も2人に負けないように立派な科学者にならなきゃな。え、ちょっと待って、これ、え、これは熱い。え、これは熱い。次行くか。2個目ありましたね。何かのテキストデータが出てきた。で、またウイルスがいると。はい、オッケー。なんだこれ、3月、2ヶ月後ですね、さっきの。アイテム。この要素めちゃくちゃいいんだけど。3月、久しぶりに炎山が日本に帰ってくるというので、空港まで迎えに行ってきた。あ、オフィシャルのなんか、偉い人になったんだっけ。国際オフィシャルネットバトラーとしての活躍が認められ、政府から表彰されるらしい。すげえな、炎山。そのために帰国したそうだ。それだというのにあいつと来たら、喜ぶ素振りも見せず。ふん。俺は褒められるために活動してきたわけじゃない。だから特別嬉しくもない。だって、演算っぽいな。そういうクールなところは昔から全然変わらないな。いや、演算っぽいな。はい、3箇所目ですね。またテキストデータとウイルス。はい、オッケー。7月、4ヶ月経ったの、夏になりましたね。結構時間経ったかな、前回に比べて。7月。今度、秋原小学校に校舎が改築される。じゃあ地下のあのワールド3の本部に来るとなくなっちゃうじゃん。今よりずっとハイテクになるのだそうだ。懐かしい校舎がもう見れなくなると思うと少し寂しいな。まあそうだよな。そうそう。もう見れなくなるといえば、近々ヒグレアがなくなってしまうらしい。なんで、ていうかヒグレさんいくつなんだこの時。60とか70とか言ってんのかな。と言っても潰れるというわけじゃない。場所を移転するのだそうだ。あーよかった。新しいお店は、なんと10階建てで成功したな。名前もヒグレデパートに変わるらしい。ヒグレさんすげえ。開店セレモニーには絶対出席しなくちゃ。ヒグレさん儲かったんだね。で4つ目ですね。でまたウイルスでしょ。これいつも通りですね。でゲット、今度は9月ですね。9月、これで9月、息子ライト君出てきた。息子であるライトがどうしてもと背びるのでペットを飼ってあげた。もう少し大きくなってからと思っていたけど、妻のメールもそろそろいいんじゃないというのでそうした。インストールしたネットナビはロックマンジュニア、ロックマンエクゼじゃなくてロックマンジュニアと名付けた。俺のナビであるロックマンとメールのナビであるロールという2つのネットナビの優れた部分を組み合わせてプログラムしたものだ。
なるほど、ネット君が作ったのがそのロックマンジュニアを。ロックマンとロールちゃんから。もうそれ子供やん、結婚したやん。ライトはかなりはしゃいでいた。世界一のネットバトラーになると意気込んでいる。息子がどんな成長をするのか、父親としてこれほど楽しみなことは他にない。ネット君の父親の一面を見てしまった。で、これがラストですね。で、まあウイルスと。なんだこれ、11月のデータですね。11月のデータ、11月、科学省で行われたミーティングで。いや、もうネット君科学者だよ、ちゃんと科学者だよ。科学省で行われたミーティングで、俺が以前から集めていた絆理論を提唱した。ちょっと待って、そこに繋がるの？ちょっと待って、もう俺ロックマンエクゼオタクだからさ、イニシエのオタクのこの興奮が止まんないんだけど。え、繋がんの？俺が以前から集めていた絆理論を提唱した。昔俺はロックマンと一緒に何度も命がけの戦いに挑んだ。そうだね。その度に二人の間に生まれる奇跡的な力で乗り越えてきた。そうだね。その力について考えたことがこの理論のきっかけだった。俺は思うんだ、絆は目に見えないけど時に信じられないパワーを発揮するって。それを理論としてまとめて世界の役に立つようにできないかと考えてるんだ。多分俺が生きている間に全ては完成しないと思う。でも未来を生きる人たちに何かきっかけだけでも残せればって思ってる。ちょっと待って、普通にやばい、震えが止まらん。そう、全ては未来のために。それが今に繋がったの。ちょっと待って、最高すぎんか。あ、メール来たな、メールが来たよ。ちょっと待って、最高すぎんか。え、未来へ、光ネット。ちょっと待って、最高すぎんかこのゲーム。え、読むよ。ネットくんだ、俺の日記を見つけてくれてありがとう。未来へ何かメッセージが残したくてこんなことしてみたけどどうだった？いや、もういにしえのオタク勇気し感動しかありませんぞ。そっちの未来はどうですか？俺たちが思い描く未来になっているかな？幸せな未来になるようにこれから俺たちもっと頑張るから、これは日記を読んでくれたお礼さ、受け取ってくれ。あ、エグゼブラスター、いや最高では。あ、エグゼブラスター出た、ラピッドがマックスってね、連射力マックスっていう。最高すぎんか本当に。え、こんなことある？いや、ほんと好きだわ、ロックマンエクゼシリーズも流星シリーズも。で、こうやってなんかもう終わってもこの作品を大事にしてくれるゲームって僕基本的にめっちゃ好きなんですけど、いや、しかも大人になった後のさ、このネットとかネットの周りの状況とか教えてくれて、最高すぎんか、もう最高すぎんか。ありがとうネットくん、メール受け取ったよ、もう大事にしてくよこの未来。ということで、まずはこの光ネットのお話、まあロックマンエクゼとのコラボ要素ですね。いや、最高すぎましたね。はい、で次は彼ですね。この後ろ姿覚えてませんか？いや、深い重い過去を持ったエクゼバンで友達だった彼ですよ。司くん、スバルくん、どうしてここに君がいるんだい？ちょっと待って、下画面がやばい、上画面か。好きな言葉、ブラザーバンドで、カード全部ジェミニだね。絆ゼロ、誰とも絆結んでないんだ。でも好きな言葉はブラザーバンドっていうのは、これいいですね。司くんこそこんなところで何をしてるの？自分自身と向き合ってるのさ。僕の中にはもう一人の人格、ヒカルが存在する。ヒカルは僕が生み出した悪の心だ。だから僕は彼と対話し、彼を封印しようとしてる。僕も何か手伝える？僕にも何か手伝わさせてよ。わかった。この遺跡の奥へ行って、僕と戦ってほしい。どうして？君と戦う理由なんてないよ。時々ヒカルが僕の中で暴れ回るんだ。その時は誰もいない遺跡で暴れさせている。君にはその相手をしてもらいたい。わかった。ありがとう、スバルくん。ジェミニ戦ですね。しかもその理由がね、いいですね。向き合うためにっていう。ジェミニスパークまだ強いんだろうね。いましたね。僕を止められるかな？行くぜ。ライドオン！さあさあさあ、前と動き変わんないのかな。こう、過去作の敵と戦えるっていうのもいいですよね。なんかさ、流星のエクゼもそうか。クリア後の要素がかなり充実してて、なんかシリーズも結構続いてるからさ、
初見さ、うん、お前と動き変わってんなお前。え、普通に動き変わってんな。しかもそれぞれになってんのこれ。え、それぞれでダメージ計算これ。片っぽずつ倒せってことか。え、結構変わってんね。結構システム変わったね。あのなんか過去作を知らないとわからない要素とかが結構あるから、そこがなんか初見さん殺しみたいにもしかしたらなっちゃったのかもしれないけど、でも知ってる身からしたら嬉しいことがたくさんありますね。複雑だな、シリーズ続くとそういうのでどうしても避けざるを得ないというか、過去作大事にしてればしてるだけそうなんだろうけど、どうなんですかね。僕はめちゃくちゃ好きです正直。僕はめっちゃ好き。じゃあこれでアトミックマインはこいつら浮いてないから普通に効きそうですね。一旦攻撃しないでアトミックマイン入れちゃいたいな。 OK ナイス、よし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 、危ねえ、いやー食らっちゃった。ここ OK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  でな、これはガードしっかりしていく。これでファントムスラッシュでいけるんじゃないの。ここでファントムスラッシュで飛んでいって真ん中パン OK。 よし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 、バスティングレベル9か。あと40早かったら 10というか S になったかな。ふう、君は強いね。僕にもいつか君のような力が手に入るのかな。司くん、ありがとう。僕はまだここで光と向き合うよ。もしよければまた。もちろんだよ。ありがとう。そうだ、これ。ここのかけらをゲットしました。ここで拾ったんだ。とても危険な電波を感じる。でも君ならこの電波を使いこなせるかもしれない。ありがとう。使いこなしてみせるよ。この孤高のかけらっていうアイテムも結構大事なんで、これまた後で集めていきたいんですけど、ちょっと見るだけ見る。孤独の心が物質化したものだ。 A ボタンで登録できる。これを登録、まあまあまあこれは後でやりましょうかね。っていうことで司くんの要素でした。じゃあ次行きましょう。はい、院長の部屋ですね。この4人のなんか悩みを解決するみたいなイベントがあるらしくって、この動画はね、あとこの4人の悩み解決イベントを見ていきたいと思います。でも普通に話しかけてもなんかそのイベント発生しないみたいで、こんな感じで電波のところでスターキャリアを覗くと見れるそうです。ちょっと本作のヒロインはね、もうなんか委員長みたいな感じなんで、委員長のスターキャリア見てみましょう。画面切り替えて、さてとなんかねえかな。おお、秘密日記を見つけたぜ。やめといた方がいいんじゃない？委員長だからな。いや見てやるぜ。丸がすばつみち晴れ。最近ふと考える。この私にも唯一苦手なものがある。それは料理。クラスの委員長として問題があるような気がするわ。家庭科の授業でみんなに示しがつかないもの。私はパーフェクトな委員長になりたいの。おい困ってるみたいだぜ。うん、委員長にはいつもお世話になってるし、これで手伝おう。結構お助けイベントがなんかこの4人だけじゃなくて、例えばママとか天地さんとか、御用田さんとか、他にもいろんな人で発生するみたいですね。じゃあこいつのとこに行こうぜ。はいはいはい、メールでメモを残しておこう。このお助けイベントはね、まだ1回もやってないんで。え、メモ委員長、困ってる人、委員長、困ってること、お料理ができるようになりたい、場所委員長の部屋、こんな感じで進むみたいですね。なるほど。でこれで委員長に話しかける。スターキャリアの人ですね。委員長、何よ。お料理ができなくて困ってたりする？は？ちょ、あんたなんでそんなこと知ってんのよ。そんなことより僕も手伝うよ。いいわよ、ほっといてちょうだい。遠慮しないで、いつもお世話になってるお礼だよ。何をすればいい？それじゃあバナナを持ってきてよ。ゴンタ持ってんじゃねえの、隣にいる。わかった、バナナを探してくるよ。お、こんな感じでなんか手助けをしていくみたいですね。ここにバナナありますね。族長とか大変そうですけど。あ、お供え物にバナナがあったよ。イエローバナナをゲットした。院長に持って行ってあげよう。借りてくぜ族長。大変そうな中バナナをパクっていくっていうね。バナナ持ってきてよ。他のことですね。あ、違う違う違う、これじゃない。スターキャリアのことか。これバナナ取ってきたよ。ありがとう。他は何か手伝うことは？それじゃあヤシの実を持ってきてよ。ずいぶん南国的なお菓子がいいんだね。分かった、ヤシの実を探してくるよ。これってヤシの木なのかな。あ、ヤシの木にヤシの実があったよ。あ、オッケーオッケー、スイートヤシの実パクっていいんかなこれ。一応持ってきたよ。じゃあ、毎回これ下選んじゃう。上だよ。これ、ヤシの実取ってきたよ。ありがとう。次は他に手伝うことはある？それじゃあ、バナナ、ヤシの実を使った料理のレシピを持ってきてよ。なんか南国フルーツとか、なんか、何？南国ケーキみたいなの作れそうですけどね。分かった、レシピを探してくるよ。レシピはどこだ？レシピ、母さんですね。ん？どうしたの？母さん聞きたいことがあるんだ。あたしんちなら明日よ。あたしんち明日なのね。違う違う、何かしら。バナナとヤシの実で作れる料理知らない？
わかったわ。はい、これ母さんのレシピをゲットした。ありがとう母さん。さてこれを院長に持っていったら、ちょっと待って、母さんのレシピ気になるな。何のレシピなんだ、何を作るんだ。母さんのレシピ、母さんからもらったレシピ、書いてある通りに作るとスイートなスイーツが出来上がる。ふわっとしてんな。なんかわかんないけどレシピ持ってきたよ。これレシピ取ってきたよ。ありがとう。それじゃあ次は他に手伝うことは。もう、まあ、なんで手伝うのよ。え、もうバカ食べてもらいたかったのよ。ん、私の手料理をスバル君に食べてもらいたかったの。あ、ごめん。お前ラノベの主人公みたいなことしやがって。いいわよ、これあげるわ。手作りクッキー、ちょっと失敗しちゃったけど私が一人で作ったのよ。ありがたく受け取りなさい。ありがとう。本当は上手に開けたのをあげたかったのよ。おお、こうやって絆を上げていくわけですね。ちょっと待って、院長のクッキーとか見れんのかな。てか食べてやれよ、その場で食べて感想言ってやれ。手作りクッキー、ハートに見えなくもないクッキーだ。口に入れると愛情とともに苦い香りが全身を包む。焦げてんじゃんかよ。ホワイトチョコレートでイムコカハスアシロイとデコレーションしてる。ねえ、これどういうこと。え、これどういうこと、なんか暗号化。え、暗号化どういうことだこれ。え、どういうこと、これ分かる人いる。まあいいや。で、意外と院長時間かかっちゃったんで、ここ後ろの2人はまあ動画外で絆力上げときます。嫁も言っときましょう。まあね、彼女嫁みんな、どっちかな、どっちもでもいい子なんだよね。皆さんどっちが好きですか。じゃあみそらちゃん、みそらちゃんはこうやって聞いてもしょうがないんで、あれだな、電波世界からだな。さあ、現役アイドル歌手はどんな悩みを抱えてるんでしょうか。スタキャリア覗いてみましょうと。さてと、なんかねえかな。お、スコアデータを見つけた。スコアデータやめといた方がいいんじゃない。いや、見る。新曲タイトルは見て。ランランルランランルラン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 ルランランル。よし、メロディーは完成ね。あとは歌詞を考えなきゃ。あ、なるほどね、歌詞つけんのね、ちゃんと。びっくりした。誰か手伝ってくれないかしら。おい、手伝ってほしいんだとよ。もちろん手伝うっしょ。じゃあこいつのとこ行こうぜ。忘れないようにメールでメモを残しておこう。オッケーオッケーオッケー。じゃあみそらちゃんの曲作りを手伝う感じですね。さあみそらちゃん、手伝ってあげるよ。スバル君どうしたの。歌詞のお手伝いに来たよ。あれ、私お願いしてたっけ。あ、うん、お願いされてたよ。嘘ついたな。そっか、それじゃあお願い、手伝って。それじゃあ行くよ。最初は元気いっぱいにランラン踊る前朝、しとしと歩かむのかムカムカ怒るプリ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 。かわいいな、いやプリプリにしたいな。でもこれかな、いい感じ。ここで弾けて腕をブラブラ悲しく、足をダラ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 気だるく、腰をフリフリでしょ。腰に手を当て、お尻フリフリみたいな曲ありましたよね。イエイエイ。そしてにっこり笑顔、オッケー。ここからはかっこよく、のっそりシャツ着てひっそり、真っ赤なシャツ着てメガネも、かっこいい素敵、爽やかでほだ朗らかに、ラララルンルン走るわ、ゲゲゲ、のそのそ、ドドド、かんこちゃんかよ、ラララルンルン歩くわ、朗らか&爽やか、最後は私の大事なブラザーの名前、刻まろう。スバル、できた。これで完成よ。え、ちょっと待って、曲名に俺の名前入ってんの。それいろんな人に言われるよ。え、その男の子と関係はって、あなた有名人なんだから。それじゃあスバルくんも一緒に歌ってみてね。はい、スバルくんの歌。ちょっと待って、マジであなた有名人よ。あなたのファンいっぱいいんのよ。めっちゃ言われるよ、それ。突っ込まれるよ。スバルくんの歌。ランラン踊る毎朝、腰をフリフリ楽しく笑顔、真っ赤なシャツ着て、真っ赤な、ああ、確かに真っ赤なシャツ着てんな。メガネなのかこれは。メガネもララララ。ビジライザーってメガネじゃないけど。ルンルン走るわ、スバル。私の大切なブラザー、スバルくんの歌よ。スバルくん、いい歌ができたね。それをま、公表すんね。リカバリー300。これは強い。ありがとう。あ、もう一つこれもあげる。ミソラ壁紙。え、このミソラちゃんの壁紙くれんの？ありがとうございます。絶対に飾ってね。いや、もちろんしょ。オッケー、絆力上がったわ。よし、じゃあ今回はここまでにしておきましょう。で、後ろ二人は実況会でちゃんと絆力を上げて、戦闘に備えたいと思います。次回からちょっと、もっと、いや、次回楽しみにしてて。ちょっと僕も結構楽しみなところを見れるんですよ。
ちょっと楽しみにしておいて。いやでも今回のパート良かった。マジネット君のは普通に泣きましたね。皆さんいかがだったでしょうか。よかったらコメントで感想を教えてください。ではここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。バイバイ。